9月21日から子どもと高齢者の事故防止などを重点に秋の全国交通安全運動が始まりましたが、阿蘇市では1日早く令和元年9月20日交通安全運動出発式が行われ事故防止を誓いました。出発式に先立ち、交通安全功労者や有料運転者など1団体と個人16人への表彰状が伝達されました。出発式ではまず佐藤阿蘇市長が地域一体となって交通安全を呼びかけていきましょうと挨拶しました。続いて阿蘇警察署の沖田重幸署長や阿蘇地区交通安全協会の岩下哲三会長らが祝辞を述べました。出発式には警察や市民らおよそ100人が参加して行われ、阿蘇中央幼稚園の園児代表が交通事故に遭わないようにしますと誓い、園児全員で折った交通安全祈願の千羽鶴を佐藤阿蘇市長に手渡しました。秋の全国交通安全運動は令和元年9月21日から30日までの10日間実施され、期間中の重点目標は子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の事故防止、飲酒運転の根絶などとなっています。出発式の後、白バイを先頭にパトカーや市役所の車が阿蘇市内をパレードして市民に交通事故防止を呼びかけました。さらに9月28日土曜日に阿蘇自動車学校で交通安全体験フェアが行われ、交通安全講話や体験イベント、白バイとパトカーの展示などが行われます。